送りする番組は玉木幹子のリーダーズビジネスストーリーです。令和元年8月からパーソナリティをスタートしました。ファイナンシャルプランナー、相続事業承継ナビゲーター、売れる営業のマインドセット著者の玉木幹子がお送りいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャス、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動していますので、多くのツイートをお待ちしております。そしてサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリッスンラジオから、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。この後4時までよろしくお願いいたします。本日のお客様は合同会社プライスライフ代表の玉木圭一郎様にお越しいただいております。玉木さん、こんにちは。今日はお越しいただきありがとうございます。こんにちは。ラジオの出演は初めてなので、ちょっと緊張しております。よろしくお願いします。はい、まず先に CM に行きたいと思います。 CM お願いいたします。相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続。遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488、 合同会社プライスライフ。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために、早産ゼロを目指します。ムービン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 、引っ越しするならムービン。ムービン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 、県内県外ムービン。お部屋の片付け、荷物の預かり、ムービン沖縄引っ越しセンター。0120-49-7755、ムービング沖縄で検索。あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢工房。お送りしている番組は玉木幹子のリーダーズビジネスストーリーです。はい、今日は、合同会社プライスライフの玉木圭一郎様にお越しいただいております。玉木さん、これからまたいろいろとお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。玉木さんは県庁を退職されてから起業されたと伺っておりますが、どういうきっかけで起業されたのでしょうか？何かきっかけがありましたらお話しください。そうですね、まず、初めにちょっと緊張してまして、全英オープンで優勝した渋野
ひなこさんみたいに笑顔で番組が、まとめられたらなというふうに思ってますが、ちょっとまだまだちょっと顔がこわばってます。そうですね、起業したきっかけっていうのは、県庁を定年退職して、その後再雇用という形でさらに5年間、働いたんですけども、その再雇用の5年間は現職の時と違って、これまでの働き方を見つめ直すといったような客観的な視点で働くことができて、とても有意義な時間を過ごしたんですよ。そうですか。具体的にはどういうことでしょうか。そうですね、具体的に言うと、現職の時は成果主義って言いますか、予算の執行に追われてて、それに対して影響ないやっていうようなものは見過ごしてたり、気づかなかったことが、意外とあったんですね。そういったのを、洗い直せたということでしょうか。意外とそういったみんなが見過ごすようなところでも、掘ってみると意外と宝の山があったみたいなことで、新しい発見をいろいろしたっていうのが、仕事の楽しさをなんとなく理解したというか、もっとやってみたいなという気持ちがちょっと起きたところですね。ああ、そうなんですね。余裕ができたっていうことでしょうね。それがどうして、企業に結びついたんでしょうか。仕事はいろんな視点で見ると、さっきも言ったようにそれぞれにやりがいがあるってことを認識して、それが新たな発見というか楽しさに結びついたことだと思っています。何かチャレンジしようという気持ちが湧いてきたというのはすごくいいことですね。やっぱり60代の方もこれからいろんなのができるという一つのね、見本になったかなと思うんで、これを聞いてらっしゃる方も、そっか、そういった定年を迎えてから起業することもチャンスがあるんだなということで、すごく参考になると思いますね。皆さん結構楽しみに聞いていただくと思います。そうですね、そうですね、65歳で、何かしたいと思った時にどういうきっかけがありましたか。そうですね、ちょうど辞めた頃に相続主の資格っていうのがあるということをちょっと知人から聞きましてですね、チャレンジしてみようかなというふうに思ったのがきっかけです。そうなんですか。どんなふうにまた勉強されたんですか。ちょうどその頃、平成27年の税制改革で、相続税が大幅に変わったこともありました。相続が外国並みに緩くなるかなと私の方はそう思ってたんですけども、外国の場合には相続税がかからないとか、そういった話もちょっと聞いてたもんですから、そういうふうになるのかなと思ってたら、逆に厳しくなったんですよね。そうですね、平成20年27年度の大幅改正は、結構相続税大変だなっていう皆様が感じることが多かったと思うんですね。相続財産から差し引かれる非課税枠の控除が、結構下がったっていうのがねありましたので、その辺から皆さんが今まで相続はもうお金持ちの問題だっていうね、意識だったのが、自分たちもちょっと対策しないといけないかなということにね、そういった思う方が増えたのがちょうど27年の頃でしたね。だからそういう意味ではその時期にそういった勉強をなさったっていうのはすごく良かったなと思います。そうですね、27年の大幅な改正は基礎控除の金額が、金額部分で6割、1000万の控除が600万、5000万の控除が3000万とか、そういったふうに変動したので、結構話題になりました。実は私は平成23年に、旧税法の時なんですけども父親を亡くしまして、まだまだ親父も元気だったので大丈夫だと思ってたんですけど、
まあ、そういったことで相続について特に準備もしてなかった時に父を亡くしたもんですから税理士さんに相談して、まあ、言われるままに言ったら、まあ、税理士さんに失礼なんですがまあ、こういうふうなもんなんだということで、相続の手続きをして、まあ、いろいろ、苦労しました。まあ、分からないっていうことはとっても苦しいことだなというふうに実感していましたけども。そうですね、普段皆さん相続って自分たちは、まあ、あんまり関係ないっていうにしてね思ってらっしゃって、いざその目の前に相続が発生した時にさて何をしたらいいのかなって分からず、本当にどこに相談すればいいのかなっていう分からないっていう状況が結構多くて、まあ、いろいろと相続のトラブルとかねそういったのも結構ありますよね。だからそういう意味では、まあ、そういった体験をなさって、まあ、相続について何か勉強したいなっていうのがきっかけだったんですね。そうですね、まあ、そんなわけで相続についても詳しくなりたいというふうに常々思ってました。で、まあ、27年に相続税の改正があって、まあ、相続師という資格をの話を、まあ、聞いて取ろうと思ったわけですね。で勉強して、まあ、試験は東京であったんですけども、東京まで行ってですね取りました。まあ、自分と同じように相続で悩んでる方の話を聞いてですね、はい、アドバイスができればいいなと思ってのチャレンジでした。それで、まあ、その資格を持って合同会社を立ち上げた次第です。すごいですね。相続はやはり早めの対策が必要ですよね。こちらで少し玉木さんからのリクエストをおかけしたいと思います。松山千春の千春さんの銀の飴をお送りいたしますので、皆さんお楽しみください。
お送りしている番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。先ほど相続の、ね、お話を伺いましたけど、やはり相続対策は家族で十分に話し合っておくことがやはり大切ですね。高齢になってから、お父さんが認知症になってから何かやろうと思ったら何にもできないし、そういう意味ではやはり親世代が相続についていろいろと勉強する必要もあるかなっていうのもねありますね。子どもたちからそういった相続のお話ってなかなかしづらいっていうのはあるので、そういう意味ではお父さん世代ぜひ相続についてお勉強していただきたいなと思ってます。おっしゃる通り相続の問題は家族で十分話し合うことがとても大切です。家族が共通の理解をしていることがなんていうんですかね、その後の揉め事もなくなりますし、親が、こういうふうにやるんだよというふうにただ自分で理解しててもですね、子どもたちに、伝わってないっていうことが、多いですし、また離れて、暮らしている、子どもたちも当然相続の時には同じ権利を持ってますんで、急に出てきて私は親にあんまり頼らないで暮らしてきたんで、相続についてはちゃんともらいたいという、またそういう人たちの気持ちもありますし、親と一緒に生活してて親の面倒を見てたのに、なんでそういう人が出てきたらっていうトラブルとかですね、いろんなトラブルが実際に起きてます。ですから昔ながらのやっぱり仏壇等々名 の考え方とですね、やっぱり今の民法は個人の人権といいますか権利を、とても大切にしてますんで、その辺の兼ね合いをですね、やっぱり家族で話し合ってみんなで理解して、協議書を取り交わせばですね、財産はいくらでもその、遺言を残す方のですね気持ちでまとめられますんで、そういった意味でですね話し合って共通の理解を持つということはとても大事だと思ってます。そうですね、プライスライフさんは事前 の, ご相談とかそういったものを特化した内容で得意としてらっしゃるっていうのをねお聞きしてますけど、今日 の, コマーシャルでもまたその内容がね載ってますのでよろしくお願いします。相続問題は本当に複雑なことが多いですね。ここでちょっと多いですね。やはり何ていうのかな、何も対策したくて、やはりパタパタして何かあった時に本当に後で兄弟でも相談しなさいっていう親は言うことも結構ありますけど、そういうのって本当にトラブルのもとになるので、事前にいろんな勉強をしておくっていうのはとても大事かなっていうことで、そういった勉強会もねプライスライフさんはしてらっしゃるんですよね。はい、プライスライフは不動産もやっておりますけども、相続についての相談も実際やっております。で、相続の中で意外と、多いのが不動産の相談といいますか、不動産は人によって価値の判断が違うんですよね。で簡単に分けることもできないですし、共有名義にしますと、将来的にその相続人が増えてしまって、もう相談しても分けられないという、トラブルもあります。そうですね。ですからそういった価値観が違う不動産をもう分けるんであれば、やっぱり親が遺言書で誰にどうとか、前もって家族で話し合ってどういうふうに分けるとか、価値でお金に換算して均等に割ろうなんていうのは特にもうできないものですから、不動産っていうのはね
結構、課題になってます。まあそれでちょっとあの不動産の資格をあのもうやっぱり相続の中で必要だなと思ってね、あの受験したわけです。そうですね、まあ会社を立ち上げられて、まあ、不動産の方もやはり必要かなということで、宅建の試験を何度かトライされたっていうのをお聞きしてますけど、はい、やはり どうでした、うん、試験の方は。まあ、なかなか難しくてですね、まあ、最初の頃は7月頃から試験の準備をして、はい、まあ、受験というふうな形を取ったんですけども、やっぱり問題集買ってきて、それをまあ5回やるつもりが結局3回ぐらいしかできなくて、どうしても合格点にあと1本のところで、まあ、足りないんですね。そうなんですね、うん、まあ、それでなんていうんですかね、まあ、少し心を入れ替えてですね、はい、もう試験を終わった年から不合格になった年から、まあ、少しずつ勉強を始めて、はい、大体2月3月ぐらいには一通りおさらいを問題集をおさらいをして、まあ、その後はまたこう問題集をどんどんやっていくと。だから、ひょっとすると8000問ぐらい解いたんじゃないかなと思いますけども。あ、そうなんですね、まあ、うん、年が年だからなかなか覚えられなくてですね、まあ、単語帳を、まあ、5つも作って、朝その単語帳でこういう場合には何年、時効は何年、こういう時は何年という数字をですね、はい、まあ、覚える努力をして、まあ、どうにか去年合格しました。あ、すごいですね。やはりでちょっと学生気分に戻った気分で、やっぱりなかなかそういった試験ね、だんだん受ける機会もなくて、やってるとやっぱり記憶力も若い時とやっぱりね、50代60代っていうのはやっぱり違ってきますので、本当にそこに努力があって、今回宅建の試験にね合格されて、本当にやればできるんだっていうのをね見せていただいて、本当に皆さんもね同級生もすごいなと思ってらっしゃると思いますね。だからそういう意味では60代からやっぱりチャレンジをしていくっていうのは、やはりご自分だけじゃなくてやっぱり周囲の人にもすごくいい影響をね与えたかなって、チャレンジするっていうことは大事だなっていうのをね、皆さんにね見せていただいたかなっていうことでね、すごく良かったと思いますね。ぜひこれから60代はまだまだ人生の100年の間の真ん中です。やろうと思えばいろんなことがねできると思いますので、このラジオを聴いている皆さんもね、ぜひ自分がやりたいことを見つけていただいてチャレンジしていただきたいなと思ってます。プラスライフさんは、何かアパートを作ってらっしゃるってね、ちょっと今聞いてるんですけど、はいはい、そうですね、まずはちょっとね60、まあ、5歳からのチャレンジということで、はい、まあ、勉強の方も、まあ、頑張りましたけども、はい、やっぱりね、まあ、とにかく一日の時間をすごく有意義に過ごすっていうことをね、まあ、頑張ればできないことはないと。まあ、宅建を受かったのはひょっとしたら県内の最高齢者になるのかなというふうにも思ってますけども。すごいですね。なるかなと思って、まあ、調べたわけじゃないんですけどもね、まあ、なかなかそういう年で取る方は少ないですし、申請に行った時もね、みんな若い方が多くて、実務者講習ももう私が一番最高齢だったんですけども。あ、そうなんですね、うん、まあ、ちょっとその辺は照れくさいような、このおじさん大丈夫かなとみんな見てるかなと思ったりね、したんですけど、まあ、とにかく、まあ、公務員もやってましたので、その生活も生かしながらですね、まあ、きちっと、まあ、法にのっとって真面目にやればできない仕事でもないしと思ってですね、そうですね、頑張ると思ってます。そうですね、やはりこの実務をずっとね、まあ、公務員県庁でいろんな電気関係設備関係のね仕事をいろいろやってらっしゃったり、予算のそういったね、そういうのもやってらっしゃったんで、やはりすごく
パソコンも年齢的にはお上手ですよね。そうですね、まあ、割と現職時代から積極的にパソコンはいじってたんで、まあ、Excel とか Word とか、まあ、PowerPoint とかっていうのは、まあ常に触ってましたし、そういった意味ではね、得をしてるかなと思ってます。そうですね、そういう意味では本当に自分の持ってる能力を生かしながらね、今回こういった会社を立ち上げて、そして宅建も取られて、またこれから大きくチャレンジしてること、ぜひまたお話伺いたいなと思ってます。はい、先ほどのなんか話の中でアパートを作ってるという話なんですけども、泣き人村にですね、実家といいますか、もともとのお家があって、土地があってですね、年に3回草刈りをしたりして維持をしてたんですが、建物も老朽化して借家にもできないということで、どうしようかなというふうに考えてましたら、先週ラジオに出演された、北部住宅の中里社長に相談したら、売ってしまうのもいいけども、そういうもんだったらアパートでも作ったらどうかというふうな話でですね、だいぶ悩みましたけども、先祖が住んでた場所でもあるし、銀行の融資もですね、いろいろ相談したら受けれることが可能だということで ありましたので、思い切ってやることにしました。そうですね、すごいですね。やはりそのまま土地を放置してほったらかしているよりは、やはりそこをね、また再生していくっていうのは非常に地域のためにもとても役に立つことで、先週中里北部住宅の中里社長さんにこちらのね会場にラジオに来て話していただきまして、いろいろとお話を伺いました。やはり中里さんもやはり58歳から不動産業をねされたということで、やはり自分が育った地域がどうしても過疎化していく状況を見ながら、自分ができることをということで、そういったチャレンジをねされたっていうのをお聞きしまして、玉木さんもそういったね気持ちで、やはりお住まいはねずっと那覇の方で育ってはないんですけど、やっぱりその泣き人の自分のふるさとをやっぱりもっともっとどうにかして活性化したいなっていうね気持ちがあって、こういった形でお二人がコラボして、こういった形で泣き人村にやっぱり素敵なアパートが建築されたっていうのは、すごく村にとってもすごく有効かなっていうのは思いますね。そうですね、中里社長は村内にというか、自分の泣き人支店 の向かいにコミュニティールームみたいな建物を改装して作りまして、地域の方々にいろいろ話し合いをしたり、あと役場との懇親会とかですね、そういったこともなさってて、一度その役場との話し合いにも参加したんですよ。やっぱり地域の話をね、役場との懇親会の中で話ができるということもあってですね、とってもすごく一生懸命取り組んでらっしゃるなというふうに感じました。そうですね、はい、本当にいつもお伺い、会社の方にお伺いしても、やはりどうやったらこの北部地域がもっともっといいところになるか、そして県外の方に向けても移住についての、ね、取り組みもしっかりしてらっしゃって、本当に泣き人村って本当に北部地区でもやはり小学校、中学校、高校、そして名護の方に名誉大学があって、いろんな面でやっぱり教育環境も非常に整ってるっていうことで、昨日もおっしゃってたんですね。本当に育てやすい、子育てがしやすい環境ということでね、やはり全国から皆さん
ぜひ移住に来てくださいっていうことをね、昨日もおっしゃってました。先週ねおっしゃってましたので、そういう意味では玉木さんのアパートができることによって、そこももっともっとアパートがあるってことは、若い人たちもそこに行きたいなっていう人たちもね、やっぱ増えると思いますので、そういったきっかけ作りをされてね、すごく良かったなと思いますね。そうですね、アパートの場所なんですけども、大井川沿いに那紀神村の中曽根という集落、那紀神村では、役場も近あって、中心的なところなんですけども、その橋を渡って那紀神村中曽根に入って橋を渡ってすぐのところには、昔は映画館があったり、市場、中曽根市場っていうのがあったり、すごく活気のあるとこだったんですけども、もう最近はやっぱり若い方が仕事を求めて、出て行かれると、名護市とかそういうところにアパート借りて今いると。で親は中曽根にひっそりと暮らしてるっていう、そんな風にだんだん寂れて、いるんですけども、やっぱり子どもたち、出てった子どもたちはやっぱり子育ての時代になると、親のそばに住みたい、だけど住むアパートがないよという話もちょっと聞いてたんでですね。そうですね、ちょっとそういったのもきっかけです。それとあと移住者の話ですけども、やっぱり緑が豊かで教育環境も子育てしやすいっていうのもあってですね、私の知ってる方でも木工所の跡を改装してですね、カフェにして、でこんな風に改装できるのと思うぐらい、いろんなアイデアで自分で1年か2年ぐらいかけてですね、カフェに改造して今カフェをやってますけども、お客さんもいっぱい集まってきますし、今はもうネットで集客できるんで、そういったネットを見て来られるっていうお店が結構那紀神村に多いんですね。そうなんですね、はい、だからちょっと祝日とかちょっと夜、那紀神に行くと焼き鳥屋さんっていうんですかね、焼肉屋さんで繁盛してる店もあったりですね、結構観光客がいらっしゃってて、活性化してるな、そういった意味ではね活性化してるなと。だからそういったところにやっぱりアパートを作ることで、やっぱりアパートつけるとどうしても街灯とかね、そうですね、そういうのもやるし、人が増えるし子供が増えると賑やかになりますから、周囲が活性化していって明るくなるんじゃないかなと。そうですね、那紀神は那紀神城主ね、がありますよね、世界遺産に登録されてる。ですから本当に本当に緑が豊かで、すごく子どもたち子育ても、先週もお話中田さんから伺ったんですけど、子育てもしやすいところですよということでね、やはり周囲が皆さんがウェルカムで、非常に皆さんいらっしゃいっていうね、雰囲気もすごくあって、あったかい、そこの住んでる方たちが皆さんあったかい気持ちでね迎えてらっしゃるっていうことで、移住されてる方が那紀神に移住してよかったっていうね意見もよく伺っております。だからそういう意味では環境的に那覇からも、高速で来ればそんなに遠くない1時間半ぐらいではね来れますので、そういう意味ですごく高校がそこに地元にあるっていうのもね非常にメリットではあるんですね。で私の知り合いもずっと那覇の方に住んでたんですけど、ちょっと結婚されてやっぱり出産も間近になるとやっぱり地元に帰りたいということで、ちょっと出産の前に那紀神の方に戻りたいっていうお話なさる方もねちやほやいらっしゃいますので、そういう意味ではそういった風にしてやっぱり地元で子育てしたいなっていう人たちがもっともっと増えてくると、住むお家がないなっていうのが今まであったんですね。そこに行きたいけどアパートが少ないっていうのがね那紀神村の一応現状ではあったんです。
で今回ちょこちょこ昨年度ぐらいからやっぱアパートができ始めて、やはりあ、泣き人でこんな素敵なアパートがね住めるならいいかなっていうことで、またいらっしゃる方も多いと聞いてますので、ぜひ放送をお聞きの方も、あ、そうなんだ、泣き人にこういったねアパートができるんだっていうことでね、また見に来ていただければなと思ってます。あ、はい、まあ、宣伝していただいてありがとうございます、はい、いえいえ、本当にまあ、やっぱり移住した方もですね、結構まあ、山奥に開発されたちょっと別荘地みたいなとこなんかもあるんですけども、そういうところにまあ、移住された方もやっぱ高齢になってくると、やっぱり人里がいいなと、一人でこれだけの家をやっぱり維持管理しながら庭も見ながらと管理するのもちょっと大変だなっていう方もまあいたりしてですね、でやっぱりこう町の方に出てくるという方もいますんで、まあ、いろんな意味でいろんな受け入れができるんかなと、アパートを作ることによってですね。でまたそのアパートに、まあ、若い人が帰ってきて、まあ、子どもたちをちょっと親に預けて、まあ、仕事に行くと、まあ、名護までもう今は便利ですから、まあ、20分ぐらいで行けますし、あと、まあ、観光スポットの、郡島とか水族館とか、まあ、そういったところにも大体20分ぐらいではみんな行けるんで、まあ、すごく、まあ、便利で静かなところということになるかなと思ってます。なんかこの間新聞に載ってましたけど、嵐山ゴルフ場ですかね、 あの辺にテーマパークができるっていうね、うん、ニュースもねありますので、そうですね、あと、まあ、それは 2,3 年後かなっていうのはありますけど、うん、でもこうやってやはりそういったいろんな企業さんがねまた入ることによって、そこで働く仕事ができるっていうことで、まあ、若い人たちが、まあ、戻ってくるっていうこともね今後あるかなって。で若い方たちが戻ってきて、お子さんたちがねどんどん増えていくと、まあ、賑やかになりますよね。だからそういう意味ではやはりすごく地域貢献になるかなと思いますね、今回の取り組みは。そうですね、まあ、私たちが小さい時、まあ60年くらい前、まあ55年かな、まあ、それぐらい前になりますけども、その頃には中曽根って割と北部地域でも、まあ、映画館があったり、バスで国頭あたりからもバスで映画を見に来るというような交流もあったりして、とても活気があって賑やかな街だったり、まあ、そこまではいかなくていいと思うんですけども、やっぱり住みやすい明るいっていうか、シーンとした街じゃなくて、やっぱり子どもの声も聞こえる、まあ、楽しい街になってくれればなというふうに思ってます。そうですね、これからの発展がめちゃめちゃ楽しみですね、はいはい、こちらでちょっとまたね CM に行きたいと思います。お願いします。相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当てで、心からの医療を。アイレディスクリニックは、小さな命を守るために早産ゼロを目指します。0120-49-7755ムービング沖縄で検索。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
動車の時代、ゲーガマンドイビンドー、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他ゲーガヤッシャイビンドー、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー、長浜モーター。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢工房。お送りしている番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。玉木さん、いろいろね、お伺いしまして、これから泣き人、北部地区といろんな活性化にね、玉木さんも貢献されるっていうね、状況を作られて、かっこいいなと思いますよ。ありがとうございます。泣き人の話になりますけども、昔から長いこと、昔からの味を守ってるっていう、ナファヤっていうお店があったりですね、そのアパートのすぐそばなんですけども、そことか、あと、刺身屋さんもあって、近く少し歩けば、A コープってスーパーなんかもある、結構便利な場所にアパートを作ってますんで、いいですね。だから割と住みやすいかなというふうに思ってます。そうですね、近くに、琉球銀行もね、ありますよね。そうですね、亡き人村に唯一銀行があるのは、琉銀だけですけどね。そうですね、私も元琉銀の出身なんて銀行の PR なんですけどね。そうですね、本当に銀行もあるし、で役場も、村役場も近いですし、郵便局も近いということで、すごく生活にはいい場所かなと思ってます。そんなこともあってですね、アパートの名前はちょっと、井上陽水のファンなんで。あ、そうなんですか。私もファンなんですよ。はい、それで、リバーサイド、中曽根というふうな名前をちょっと付けてます。素敵な名前ですね。井上陽水 の、 リバーサイドホテルっていうね、素敵な歌もありますけど、周囲でやっぱり、川のそばに作れるっていうのは、それはそれでメリットだし、やっぱりどこに住んでるのって言われたら、リバーサイド中曽根っていうのも入れればですね、場所がすぐ特定できるかなと、分かりやすいことにもなるし、いい名前じゃないかなと思ってね。そうですね、すごくシンプルで覚えやすいですね。はい、だからそういう意味では名称はすごくいい名称をつけられます。名称についてはね、あちこち、いろんな付けやすい名称とか、ネットで調べたりしたんですけども、やっぱりこれがどうしても耳に残ってて、いいかなと思いました。いいですね、もうネーム、名前って結構大事なんで、お客さん、借りてる住まれる方も、やっぱりその住所を書くっていうのも、結構楽しいかなっていうのも ね、 そうですね、感じますね。すごくいいと思います。でいつからそういった工事とかも、ですね、9月末に一応完成を予定してます。もう今月ですね。そうですね、ただ、台風の影響でちょっと足場とか養生をしていると、少し伸びるかもしれませんが、10月上旬には入居ができるような、形で今進めております。10月上旬ではね、そうなんですか。じゃあちょうど転勤とかね、そういったのもあったりする時期なんで、ちょっと早めに皆さん当たった方がいいですね。そうですね、基本的にはね、3月がそういう移動の時期なんで、3月合わすっていうのもあったんですけども、融資の関係とかそういう調整でちょっと時間もかかったんで、そうですね、消費税もね、そうですね、10月から上がりますので、その前にね、なさったっていうのはすごくしっかりと計画されて、やっぱり運営されたかなっていうのもありますね。そうですね、アパートが完成しますんで、それをね、
まあ、その収入も、まあ、一応名義としては会社名義にしてアパートを作ってるんですよ。そうなんですね。ですから、まあ、それをあの一応基本的な収入源として会社を、まあ、維持しながら、あとその不動産とか、はい、まあ、コンサルの業務でね、あの、まあ、やってあの、まあ、僕の時代この年ですから、まあ、あと、まあ、20年というわけにはいきませんので、まあ、その私の段階で土台を作って、あと、まあ、子どもたちにねそれが引き継がれればなというふうに考えています。そうですね、いいですね、うん、やはりそしたらやっぱりね、あのこういった形で親がそういったね事業をされて、あのちゃんと残してあるんで、次子どもたちは全然住んでないんで、あんまりあのこっちにいらっしゃる機会もねなかったと思いますけど、でもやっぱりそこにあの物件があるだけでもやはり、あ、自分のあの出身はここだっていうね、本家のあった場所だなっていうことでね、意識もねあって、やっぱり愛着が変わってくると思うので、よかったですね、そういったあの計画されてね。そうですね。でもやっぱり一番はあのなんていうの、やっぱり定年終わったら皆さんもうね人生終わりだって思ってらっしゃる方も結構いらっしゃるんですね。もう定年なのにっていうことで、でも定年したからこそいろんなチャレンジができるっていうのが、まあ、人生かなって、まあ、人生100年時代にやはりあのぼーっと過ごすんじゃなくて、何かやっぱりお役立ち、あの社会に貢献できる、あの何かを作っていくっていうのもすごく大事かなっていうことで、今回そういった取り組みをされたっていうのは非常にあの皆さんにとても刺激をね与えていただいたかなっていうのはありますね。だからそういう意味ではすごくあのいろんなところで貢献された結果が、あのきっと出ると思いますね。だから一番はあの今帰仁村の方たちが非常に喜んでいると思います。そこにやっぱりアパートやっぱ作れる人しか作れませんので、そういった方がやっぱアパートを作ることによって、若い人たちが、あ、きれいなアパートに住みたいなということでね、多くの方が集まってきていただくと、もっともっとあの子どもの数も増えて、で、にぎやかになる。今小学校は、ね、今今帰仁1校でした。そうですね、またね、うん、1校が中学があの統合中学で1校です。小学校はどうだろう、まだあの分校みたいな形で残ってるんじゃないでしょうかね。あ、そうなんですね。またそれがね、やはりあのもっともっと人数が増えたら、やっぱり、スクールバスで ね、まあ、あのまとめるような形になりますでしょうね。あの、学校もね、またあのクラスが増えることによってもっともっと活気が出てくるし、そういう意味ではあの今帰仁地区はすごく優秀な人がなんか多く輩出されてるってお聞きしてますので、そういう意味ではすごくあの教育環境はとてもいいみたいですね。そうですね、まあ、教育だけじゃなくて、まあ、陸上とかね、あの、まあ、昔からあの、まあ、今でも北山高校の駅伝っていうと、まあ、結構頑張ってらっしゃいますし、そうですね、野球とかも頑張ってますかね。そうですね、最近活躍してますね。そうですね、名前は、はい、あのよく新聞に出てきます。だからゴルフもね、環境としては近くにね、いろんなゴルフ場もあるんで、あのジュニアの育成とかね、そういった環境もいいし、まあ、それは元部高校でしょうかね。あ、元部高校で、でも隣近所だから、まあ、だいたい今帰仁、なんていうの、やっぱ北部が活性化するってことは、全部潤ってくるっていうのもありますのでね。そうですね。では、まあ、全体で考えないといけないでしょうね。そうですね。だからそういう意味では非常にいいかなって。で、この間ちょっと今帰仁の方にちょっとねドライブしながら行ったんですけど、すごくあの運動公園ね、大きな運動公園もいろいろ揃ってて、スポーツするには最高ですね。そうですね、あの郡島ができたんで、まあ、その向かい側にホテル、まあ、郡島の方にもホテルができますし、まあ、近くに結構開発ホテルがあの開発するっていう話も結構ありますから、はい、まあ、そういったあのなんていうんですか、宿泊先があればあのキャンプ地としてのね、あの魅力も出てきますし、そうですね、昔はあの、サッカーとかあのなんだっけ、ホッケーですか、あの
はい、そういったのの合宿にもね、その運動公園は使われたりしてましたんで、そうですね、まあ、結構立派な運動公園もあるし、その裏を降りていくと本当に静かな伸び伸びとした海水浴場もありますんでね、そうですね、まあ、何をするにも割と不自由がない、まあ不自由なのは、まあ、にぎやかじゃないっていうだけかなっていうぐらいの感じで、まあ、静かに時間を過ごしながらいろんなのができるっていうのが魅力かなというふうに今のところは思ってます、ね、そうですね、どんどんやっぱり本当に若い人が増えること、またよそ者他府県からね移住者が増えて、やはりそういった方たちがやっぱりなんかきっかけを作ってどんどん地域が活性化するっていうふうにして言われてるので、やはりそういった移住なさる方、どこに移住しようかなって考えてる方もね、全国にいっぱいいらっしゃると思いますけど、あ、那智人って、あ、こういったところなんだなっていうことでね、たくさんの方がまずは遊びにねいらしていただいて、覗いていただいて、あ、ここで自分はどうかな、子育てどうしようかなってにしてね考えた時には、皆さん那智人の方って皆さん本当に恩和でウェルカムなんですよ。だからすごく地域の皆さんが子育てもお手伝いしていただいて、みんなで子供をね育てるっていう環境もとても整ってるようなんで、すごくいいところになると思いますので、ぜひ試しに遊びに来てください。はい、今日はね宜野湾の方からのあれなんですけど、結構ね那智人って皆さん興味があるみたいなんですよ。ですから地域で宜野湾の方もね、まあ、那智人の出身の方もいらっしゃると思います。アパートができたっていうことをね、あ、一つ頭の中に入れていただいてまたね那智人の方で、あ、子どもたちがまたあそこで生活しようかなということをね、何かのきっかけにしていただければなと思ってます。こうやった形で地域でね取り組んでいただいているプライスライフ玉木さんに今日はお越しいただきまして、いろんなどうやったら北部地区がもっともっと良くなるかっていうのをねお話しいただきました。本日はお越しいただきまして本当にありがとうございます。いろいろと皆さんにお伝えできてとても私も嬉しいです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。プライスライフは不動産もやってますんで、まだ駆け出しでまあ、ベースを作る段階なんですけども、まあ、子どもたちに事業を継承していく中でですね、まあ、いい物件なりそういったのもまた那智人、それから、まあ、会社は浦添にありまして立ち上げてますけども、まあ、そういったところでですねいろんな物件を、まあ、皆様に紹介できればなというふうに思ってます。まあ、こういう機会与えていただいてですね、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。これからのまた成功を私も期待しております。体に気をつけられて、またますます60代の、ね、同級生の皆さんももっともっと輝く自分の、ね、ライフプランを、ね、作っていただいて、そうやることによって病気しない体を、ね、作っていけるかなって、そうすると医療費もかからない、介護認知もならないようなやっぱ環境をやっぱり60代は自ら作っていくっていうね風に機会にしていただければなと思ってます。ぜひこれから の沖縄を支える60代の皆さん、みんなで頑張りましょう。私も60代です。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。